かなり綺麗になってますね。今回は樹脂製のバスタブについた超頑固な水垢を落としていこうかなと思っております。うまくやらないと傷がついてしまったり変色したりですね、焼けてしまうということになります。なんでそのようなリスクのある方法で今回やっていくのかと言いますと、水垢って普通のバスクリーナーじゃ落ちないじゃないですか。落とすためには酸性洗浄剤を使ったりこすって落とすという方法がありますけれども、 100% 水垢が落ちるかと言いますとそんなことはないんですよね。落ちない水垢も正直あるんですよ。そのような超頑固な水垢を落とす方法ということになります。化学の力で溶かして落とすという方法です。その方法とはこちら、最強シリカスケール洗浄剤金鬼。この金鬼は一般の方には販売をしていないプロ向けの業務用洗剤です。原液で使うとやはり素材を傷めてしまうリスクが高いので、今回は薄めて使います。作業前に必ず保護メガネとゴム手袋を着用すると、あと換気扇もした方がいいですね。汚れに応じて原液から5倍に薄めた液をということで、今回は2倍から3倍ぐらいに薄めて使ってみようかなと。その液をスポンジやブラシなどで汚れにつけてこすり洗いをすると、汚れが落ちたら十分水で進むということで、はい、このぐらい入れまして、今入れた量と同じか少し多いぐらいの水を入れます。入れてきました。これをつけてスポンジでこすり洗いをしていきますが、今回はこちら超人たわし Z を使います。こんな感じです。かなりしっかり鱗状についてますね。では少し液をつけまして、素材が変色してしまうリスクっていうのは液の薄め方にもよりますけれども、液と素材がついている時間でもですね、傷みやすさって変わってくるんですよ。初めて使う方はですね、その点を注意して短い時間で1分ぐらいで流して拭き取ると。一旦拭いてみましょうか。すごい綺麗になりましたね。でもちょっと残ってますか。肉眼で見ると綺麗になったように見えますね。もう少しやってみましょうか。では拭き上げます。かなり綺麗になってますね。金鬼を使った場合はですね、必ず最後シャワーでしっかり流しながらブラシ洗いをした方がいいですね。その後水気を拭き取ると。今回は撮影のため水で濡らしたペーパーでしっかり拭き上げます。クロスで拭き上げますね。カメラ越しでも綺麗になったのがお分かりになるかと思いますけれども、肉眼で見るともっとより分かりますね。頑固なシリカ水垢に対してこの金鬼が有効だということはお分かりいただけたのかなというふうに思います。どんな素材であっても焼けたり変色してしまうリスクっていうのは伴います。なので必ずですね、本番の洗いをする前に目立たないところで試し洗いをして、その試し洗いも本番と同じやり方で端っこで試していただくと。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。